ある日先生がこう言いました。偶数は自然数と同じだけあります。本当にと思いました。確かに自然数も偶数も無限にあり、同じだけあると言えるかもしれませんが。しかしその一方で偶数は自然数全体の一部に過ぎず、他に奇数もあるので、自然数全体は偶数よりたくさんあるはずです。まず、二つの集合の大きさが同じとはどういうことか考えてみましょう。 右手と左手に同じ本数の指があるというときその意味するところは何でしょうどちらの手にも5本の指がありますが実はもっと簡単に示せます数える必要はなくただ手を合わせて1本ずつ重ねていけばいいのです実際3より大きい数を表す言葉のない言語を使っていた古代の人々はこのトリックを使っていたと考えられています 例えば囲いから羊を出し放牧するとき1匹が出るごとに石を取っておき帰ってきたら石を戻すことで何匹が外にいるのか分かり戻ってない羊がいるかどうか等数を数えることなく知ることができます。対応付けが数え上げより本質的である例をもう一つ挙げましょう私が満員の行動で話していて席はすべて埋まり立っている人がいないとすると何人いるかは分からないものの席数と同じ数だけ聴衆がいることが分かります。 つまり、二つの集合が同じ大きさであるということは、それぞれの集合の要素が何らかの方法で一つずつ対応づけられるということです。私の四年生の時の先生は、自然数を一列に並べ、その下にそれを二倍したものを書きました。見てわかるように、下の例は全ての偶数を含んでおり、一対一で対応しています。自然数が存在するのと同じだけ偶数も存在するのです。しかし、偶数は自然数の一部でしかないという事実が依然頭に引っかか,かります。 かか。とととといいって、それでで右手と左手左ののの指の数が違うううことになるのでしょうかもちろん違います。ある方法で要素を対応づけようとしてうまくいかなかったとしてもそのことから言えることは何もありません。でも2つの集合の要素を対応づける方法を見つけられたならその2つの集合の要素数は等しいと言えるのです。分数はすべて列挙できるでしょうか難しいかもしれません。何しろ分数はたくさんあります。何を最初にあげたらいいのかすべて列挙されているかどうすればわかるのか 実はすべての分数を列挙するうまい方法があります。ゲオルク・カントールが19世紀末に考案しました。まずすべての分数を格子状上に並べます。全部あるのがわかります。例えば、243の117であれば、117行243列に見つかります。次に左上から始め、対角線上に行ったり来たりしてリストを作っていきます。2分の2のように前に出てきたのと同じ数は飛ばすことにします。 するとすべての分数のリストが得られます。分数は自然数より多いはずですが、それでも自然数全体と分数全体の間で1対1の対応付けができるのです。本当に面白くなるのはここからです。ご存知かもしれませんが、実数、つまり数直線上にある数はすべてが分数であるわけではありません。2の平方根や π などがその例です。このような数は無理数、イラショナルと言います。そんな数は不合理だというわけではなく、分数は整数の比、ラシオであるために有理数、ラショナルと呼ばれ、 それ以外は有利数でない、つまり無理数なのです。無理数は非循環小数で表されます。自然数全体と有理数、無理数両方を含む小数全体の集合の間で1対1の対応付けは可能なのでしょうか。つまり小数全体は列挙できるのでしょうか。カントールはそれが不可能であることを証明しました。単に方法を知らないということではなく不可能なのです。仮に小数全体を列挙したとしましょう。これからそのリストにない小数を作ることで、そのリストが不完全であることを示します。 問題の小数を一桁ずつ作っていきます。小数第一位を決めるために、リスト中で最初の数の小数第一位に注目します。もしその数が1だったら2を、それ以外なら1を選びます。 小数第2位を決めるために2番目の数の小数第2位に注目します。ここでも同様にその数が1であれば2を、そうでなければ1を選びます。どうなるかお分かりでしょうかそうして作った小数はこのリスト中に存在し得ないのです。なぜでしょうその数は例えば143番目の数であり得るでしょうかいいえ、この小数の小数第143位はリストの143番目の数の小数第143位とは異なります。そうなるように作ったのです。 リストは不完全だっったたわけです。今作った小数が含ままれていません。どんなリストを与えられようと同様の操作でそのリストにない小数を作ることができますつまり我々は驚くべき事実に直面したわけです小数は列挙不可能なのです小数の全体は自然数全体の無限大よりも大きな無限大ということです我々に馴染み深い無理数は2の平方根や円周率などわずかしかありませんが無理数全体の無限大は分数の無限大よりも大きいのです かつてこういった人がいます。有理数、分数は夜空の星のようであり、無理数は夜空の黒い部分のようだと。カントールはまたどのような無限集合に対しても、その集合の部分集合全体からなる集合を構成すると、元の集合よりも、行為の無限大が得られることも示しました。無限集合があれば、その部分集合全体の集合を作ることで、より大きな集合が得られ、その結果に対して同じ操作をすれば、さらに大きな集合が得られ、それをいくらでも繰り返していけます。 異なる大きさの無限大が無数に存在するのです。この考えに納得いかない場合、それはあなただけではなく、カントールの時代の偉大な数学者の中にも、これにうろたえた人がいたのです。彼らはこの概念なしでも数学が成り立つように、無限大の違いを無意味なものにしようと試みました。 カントールは個人的にも中傷されたために重度のうつに悩まされ、精神病院への入退院を繰り返しながら半生を過ごしました。しかし結果的に彼の考えが勝ち、今日では根本的かつ偉大な業績だと考えられています。すべての数学研究者がこのアイデアを受け入れ、すべての数学科学生が学び、私は数分間でこれを説明しました。いつの日にか一般常識になっているかも。 話には続きがありますべての小数実数の集合は自然数全体の集合より高位の無限大だと指摘しましたがカントールはこれら2つの無限大の間に異なる大きさの無限大はないかと考え彼はないだろうと考えていたものの証明することはできませんでした予想は連続体仮説として知られるようになった 1900年偉大な数学者ダフィット・ヒルベルトは数学で最も重要な未解決問題の一つとしてこの連続体仮説を挙げた20世紀中にこの問題は解決されたがその結論は全く予想外で旧来の考えを根底から覆すもの1920年代クルト・ゲーデルが連続体仮説を偽りであると証明することは不可能と示し1960年代にポール・ジェイ・コーエンが連続体仮説を真であると証明することも不可能だと示したこれらを合わせると数学には答ええない問いが存在することになります 実に驚くべき結論です数学は人類の英知の推だと考えられていますがその数学ですら理解に限りがあることが分かったのですそれでも数学には我々が考えるべき本当に素晴らしいものがありますでは無限についてじっくり考えたのですね時間はどうですかそれは実際に存在するのでしょうかこの動画でご紹介しますそしてチャンネル登録して人間の理解の限界をご確認ください